フライングダッチマンレコードはアメリカ合衆国の音楽業界においてベテラン経営者、プロデューサー、ソングライターとして知られていたボブシールによって設立されたジャズ系レコードレーベル。当初はアトランティックレコードによって配給されていたが1972年には5枚のアルバムをザ・フライングダッチマンシリーズとしてメガレコードからリリースする契約をシールが取り付けた。しかし、 その後この契約は更新されず、配給は RCA レコードに移り、1976年には、レーベル自体が RCA レコードに売却された。このレーベルから、複数のアルバムを発表したミュージシャンには、カシュレオン・トーマス、サクソフォーン奏者が後、バルビエリ、編曲家、オリバー・ネルソン、サクソフォーン奏者、トム・スコットや、ピアニストのロニー・リストン・スミスなどがいた。 フライングダッチマンには、アムステルダム、ブルースタイム、コンタクトと3つのサブレーベルがあった。ギル・スコット・ヘロンは、フライングダッチマンレーベルから、デビューアルバム、スモール・トーク・アット125ス・アンドレ・ノックスや、フリー・ウィルを含む3枚のアルバムを出している。レーベルの創設者である、ボブ・シールも自身のアルバムを出しているほか、フライングダッチマンレコードに録音を残した、ミュージシャンには、デューク・エリントン、 ピーター・ハミル、ドン・チェリー、オーネット・コールマン、チコ・ハミルトン、ヤンガル・バレグ、カウント・ベーシー、ラリー・コリエル、コールマン・ホーキンス、レスター・ヤング、ソニー・スキットラがいる。フライング・ダッチマン・レコードのカタログは、その後の編遷を経て、ソニー・ミュージック・エンタテインメントが所有しており、レガシー・レコーディングスのレーベルから配給されている。ありがとうございます。